かわいい子犬ブリタニースパニエルの面白いお話。ブリタニースパニエルの子犬はそのかわいさとやんちゃさで人気を集めています。私もブリタニースパニエルの子犬を飼ったことがあります。その子犬はとてもお茶目で私たち家族を笑わせてくれました。ある日私が洗面所にいると子犬がやってきました。そして洗面台の上にジャンプしてしまったのです。すると子犬は水道のレバーを見つけ興味津で回し始めました。すると水がポタポタと垂れ出してきたのです。子犬はその水をペロペロと舐め始めました。その姿がとても可愛らしかったです。また子犬が私の部屋に入ってきた時も面白いことがありました。私は子犬にハイタッチと言って手を差し出しました。すると子犬はその手をペロペロと舐め始めたのです。私はとてもびっくりしましたが、その子犬の可愛らしさに笑ってしまいました。子犬はまだまだやんちゃで面白いことがいっぱいです。それがブリタニースパニエルの子犬の魅力なのです。私はその子犬と過ごした時間がとても楽しかったと思い出しています。私が思い出す子犬の面白いエピソードはたくさんあります。例えば子犬が自分の尻尾を追いかけているところを見たときは笑いが止まりませんでした。また子犬が靴下を盗んで走り回る姿もとても愛らしかったです。しかしブリタニースパニエルはやんちゃである一方しつけが必要です。私も子犬の頃はトイレのしつけやしつこい吠え声の対処に苦労しました。しかししつけをきちんと行うことで成犬になっても素晴らしい家族として暮らすことができるのです。もしブリタニースパニエルの子犬を飼う予定があるならしっかりと準備をしてしつけにも力を入れてください。そうすれば可愛くて面白い子犬と一緒に楽しい生活が送れることでしょう。